皆さんおはようございます。いつもご視聴ありがとうございます。近々引っ越しするということで、本日はちょっと引っ越しについてのねお話をねしてみたいなと思います。っていうのがですね、私が22回ですかね、結構引っ越しをすごくしてきた人生で、日本国内も国際引っ越しも数々経験があるので、それで驚いたこととかね、ちょっとね日本では信じられないようなこと、大変なこととかもあったので、そのことをねお話ししてみたいと思います。まずですね、今回のこの家からの新居への引っ越し、これがねもう私的には楽勝な感じ。もうね50歳を超えてて体力的には大変っていうのは確かにあるんですけど、精神的にねかなり楽なんですね。まあその理由についてねちょっとお話ししたいんですけど、荷造り大変ですねとかよくねコメントでいただくんですけど、今までで一番きつかった、しんどかったなっていう引っ越しが何かと言いますとですね、こちらなんですけど、まあ書いてる通りいつまでも帰らない、これはね本当にもう本当に疲れます。詳しく言うと、まあ夜になっても終わらないって言った方が分かりやすいかなと思うんですけど、これについてですねちょっとね先にね説明しないといけないことがあるんですけど、ですね、その時々の荷物の量とか、どこからどこへ引っ越すのかというのによってもちょっと違うんですけど、私がアメリカのバージニア州から韓国に引っ越した時の引っ越しのこのスケジュールですね、だいたい3日かかるんですね、荷出しまで。それで1日目はキッチン周りが結構やっぱり詰めるのに、割れないようにしないといけないので大量の紙を使ったりとか手間がかかるんですよ。それでキッチンっていうのは出してみると結構量が多くて、もうすごい時間かかるんですね詰めるのに。それで1日目はキッチン周りを梱包に来ます。これはねだいたいねすごいスピードでやるんで半日ぐらいですかね。で1日目キッチン周りが終わったら、2日目家の全体のものの梱包に来ます。これもねまあ半日では終わらないですね。朝から来て午後に終わるっていう感じでしたね。で3日目が全部荷出しをしてトラックに詰めるという作業で、だいたい3日間かかることが多かったですね。まずですねこの時ですね、もう夫はすでに韓国に赴任して、私と幼稚園の息子だけでした。でこの荷出しね、もう梱包してあるので家具をねパパッと包んで出すだけなので、まあ半日悪くしても早い午後早い時間にはね終わると思ってたんですね。ところがですね午後になっても全く終わらなくて、それで夕方になっても全く終わらなくて、私もそんなつもりじゃなかったのでね、終わったらね昼ご飯というか晩ご飯というか買いに行こうと思ってたんですね。そしたらね夕方になっても全然終わらなくて、まず困ったのが息子のお迎え行けないんですよ、一人なので。ずっと立ち会ってないとダメなので、もうそれね夕方まで立ち会ってるだけでももう昼ご飯食べてないし、お腹ペコペコでもう疲れちゃって、もうほんといい加減もう帰ってくれないかなともう思ってたんですけど、息子の迎え行けないんですね。でアメリカは車で迎えに行かないといけなくて、隣の島で、その時私立の幼稚園で隣の島で行ってたので結構遠かったんですね。それで急遽たまたまね友達に連絡ついて迎えに行ってくれたんでよかったんですけど、それでねもう終わるかなもう終わるかなと思ってたんですけどね、結局ね夜10時になってもねまだ終わらなかったんですよ。でもうねお腹空いてね喋る気力もなくなっちゃって、昼夜食べてないわけですよ。それで引っ越し屋さんにはですね、ちょっとまた後にその件は述べますけど、引っ越し屋さんにもあなたが昼ご飯出さないから疲れて力が出ないというふうに言われたんですね。でまあこの件についてはね、まあ私が悪かったのかなと思ったところ、お友達の旦那さんが弁護士さんだったんですけど、アメリカはね昼ご飯出すパターン多いけども、出さないといけないっていう法律とか決まってるわけじゃないから、それは全然あなたのせいじゃない、女性一人だったからねそういうふうに言われたのかもしれない、電話してくれればよかったのにっていうふうにね、後でそれはね私のせいではないっていうふうにフォローしてくださったんですよ。それでも本当にね問題はですね、その10時11時になってやっと帰った、もう私はねもう終わらなくていいから明日にしてくれませんかって本当に言いたかったんだけど、
本当に責任者の人にね電話かけたいぐらいでしたけどね、本当にね参りましたね。まあアパートメントのねエレベーターで9階だったんですね。なので時間がかかったっていうのもあったとは思うんですけど、まあ、まさかねあんなに時間かかるとは思わなかったので、結局ですね晩ご飯を買いに行こうにもですね、私何回も動画でね運転が苦手っていうのは言ってますけど、基本夜運転しないんですよ。それでもうどうしたもんかなってもう途方に暮れてたら、その時はね同じアパートメントに住んでた日系企業の奥さんがもう疲れたでしょっていうことで晩ご飯食べに来たらっていうことを言ってくれて、それでね晩ご飯いただいてもうすごい助かったんですよね。でもあれねちょっとねあれを機にねもうちょっと旦那なしの引っ越しっていうのはちょっとやめようかなっていうふうにね思いました。一番しんどかったのはそのいつまでも終わらないっていうパターンですね。日本の場合はそれはないですっていうふうにね営業の方はね言われてましたね。時間がかかるのが予測される場合はかなりの人数を出してバーってやるので、日本の場合はそれはおそらくないですっていうふうに言われてました。このアメリカでですね日本人にはちょっと考えつかないびっくりしたことっていうのがざっくり2つあるんですね。1つ目がですねこれですね、なんていうのかな、義務じゃないとは言うんですけど、だいたいね昼ご飯を全員に出してあとチップをあげるのが普通みたいなんですよ。まあ、これ見られてる方で私やってないですっていう方ひょっとしたらアメリカでもいらっしゃるかもしれないんですけど、うちはねなんか本当に最低ライン、昼ご飯っていうのもそんなに高いものとかを出したことなかったんですけど、私の周りを見る限りですね、特にですね割と収入を得てるような男性はですねすごく気前がいいんですね。でチップなんかもこうバンバン払うイメージがあって、うちはですねだいたいピザとかしか出さなかったんですけど、夫の職場の同僚の方とかですごいところからケータリングとかを取ってものすごい料理をね振る舞ってる方とかいたんですよ。それむしろね楽しんで今回はどこから何頼もうかなみたいな、その出すのが楽しみみたいな人とかもいたんですよね。多分もうとんでもない金額かかると思うんですけど、うちはだいたいピザ出してたんですけど、韓国に行った時に韓国の引っ越し屋さんっていうのはアメリカと違って、アメリカはね屈強な若い男性とかが多かったんですけど、韓国は人数が多い代わりに、50代ぐらいの人とかもっと行ってるんじゃないかっていう方が引っ越し業者の方が多かったんですよ。それピザとコーラっていかがなもんかって私すごい思って、感謝に住んでたんですけど、隣の奥さん韓国人だったので高齢の方にねピザとコーラっていうのどうなんだろうっていうのをね話してみたんですね。うちの父だったら多分ね何の冗談だって言ってちゃぶ台ひっくり返すぞっていうぐらい、もう洋食とかほんとダメで、ファミレスとかもダメで、もううどんとかそばしか食べに行かないんですよ。だからまあピザとコーラって食べないんじゃないのって思ったんですけど、いやいやもう韓国っていうところはですね西洋の食事が入ってきてまだ浅い、日本と比べて結構高級なんですね。街に行ったりしても結構ね洋食高いんですよ。いやいやもうねみんなねコーラとかピザすごい喜ぶよって言われて、それでね出したところね確かにね皆さんすごい喜んでくれて、いやもうなんかハイカラだな韓国のお方みんなと思ってちょっとびっくりしたんですよね。それであとチップのことなんですけど、最初の方知らなくって、最終的に最後の方の引っ越し2回ぐらいはチップ渡したんですけど、チップあげることも日本の方にはびっくりだと思うんですけど、私がもっとびっくりしたこと、はいこれです。はい、チップを着服する、これねちょっと言葉が悪いですけど、最終的にもう全員出払った後にリーダー格の方に封筒かなんかに入れて、これ皆さんにチップですっていう風にあげて、ありがとうございますっていう感じで、でその時はねそれだけでね何も思わなかったんですけど、次にですねハワイで、働いてる作業してる一人の方にこれ皆さんで分けてもらえますかってあげたんですよ。そしたらそれみんなに分からないようにすごいスピードでポケットに入れて、あサンキューサンキューって言って、もう全部自分のポケットにもらってるのが見えないようにすごい速さで入れてしまって、おそらくみんなには分けないっていうのが
そこで分かったんですよ。なので多分1回目渡してた方も自分が取って他のスタッフにはあげてないんだろうなっていうのがそこで気がついたんですね。もうなんていうか世知がないというか、もうなんかアメリカの社会ってやっぱり人のことをなんか他の人への思いやりっていうのが多分違うんだろうなっていうふうにちょっとねびっくりしましたね。だから本当はお年玉みたいに一人一人に渡していかないとダメだったのかなっていうふうにね思いましたね。私の時はそうでもなかったですよっていう体験談もあるかもしれないですけど、私の経験上はねこれはすごい学びました。もうおそらくね国際引っ越しっていうのはすることないと思うんですけど、もうねストレスがねもう半端ないですよね。もう日本だったらねどっか汚したりとかぶつけたりとかしてもですね、何か破損してもですね、もう全然それでもね満足度が違うので、もう今回はね何も本当に心配してないです。私はアメリカで介護職とかで働いたことがあって、その時もねもう本当に驚くことが結構、日米の違い、こんなことアメリカに行って驚いたみたいな動画って YouTube とかでも出てたりとか、まあ昔からねそういうことはあちこちでそういうトピックっていうのはありますけど、私がね本当にどこにも出てないよこれはっていう本当に驚いたことがいくつかあるので、そういうお話もねまた織り交ぜていきたいなっていうふうに思ってます。本日はご視聴ありがとうございました。